どうも、トウゾルです。はい、ということで、今日もね、クラロワをお送りしていきたいと思うんですけれども、最近ね、動画のオープニングで、クラッシュロイヤルっていうのをね、やらなくしました。まあ、どうでもいいけど、今日も、クラロワをお送りしていきたいと思います。で、今日なんですけど、こちら、トウゾルの方ね、順調にトロが上がってまいりまして、久しぶりに、順位がね、つきました。6786位かな。今シーズンは、何度も言うようなんですけれども、ショートシーズンではあるんですけれども、展開目指してね、できれば、ショートシーズンでも展開行きたいなと思っているので、まあ、引き続きトロ上げやっていくんですけれども、今日はね、トロ上げではなくて、グローバル大会をちょっと、やっていきたいなと思います。グローバル大会、先月の、グローバル大会から、月に1回これあるんですけれども、先月のグローバル大会から、上位100人かな。世界100位までに入ると、限定のスタンプが、もらえるようになりました。で、限定のスタンプ持っとくと、まあ、100以内しか持ってないスタンプなんで、まあ、分からせになると分からせれるよっていうところで、ちょっと私やっぱ欲しいですよね。ああいう限定の20勝スタンプもそうだけど、私19勝マックスなんで、20勝できてないんですけど、まあ、ああいうなんか限定スタンプあると分からせになるんで、ちょっと今日は、ね、負けるまでね、こちらグローバル大会頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。今6勝1敗でちょっと1回負けちゃったんだけど、6-1 からのスタートですね。よろしくお願いします。今日はもう20連勝したら20連勝まるっとお届けします。負けるまでやっていきます。前回これでね、負けるまでで13連勝できたから、集中して全力を出せるようにね、頑張っていきたいです。さあ、ここは一旦待ちか。ゴーレムが初手ないんで、相手がもしゴーレムデッキとかだったら、まあ、ちょっと嫌ですね。もうちょっと様子見ましょう。あ、来ましたね。相手なんだろうこれ。待ってコウモリってなかなか珍しいけど。ラバウンドとかかな。マスケット来まして。ユニット的にはホグライダーも考えられるけど、結構待ったからな、序盤。わかりませんね。さあ、ユーノ来て、ペッカとかか、ペッカとかなんか悪い。ここはゆっくりロリババで処理ってあげて、さあ、左もいい感じかな。左も右も守りましたと。さあ、ここまで見えての、ディガー入り、マスケ、バルーンとかが、ちょっとバルーンは警戒していきたいところでございますな。まだ待ちましょう。あ、オールブレイカーね。いや、これちょっと怪しいな。一発入るか。いや、一発入り、さらにメカゴにも入っていくというパターン。一発でけえな、やつ。マスケ、ディガー、そうですね。あ、これ、ちょっと待って。今めっちゃ迷ってしまった。トルネードですごく迷ってしまったけど、いやー、これ右が結構きつい。嫌ですね。はい。ちょっと一回もうぶっ放し行くか。ノーキンゴレダクネで。やばい、ちょっと待って。1試合目から負けるはさすがにやめよう。1試合目から負けるはやめようね。あ、ここ捨てるべきだったかな。どっちにしろここ左は、あ、右は捨てて。きちー。ちょっと待ってよ。これ左を、左通せばいいから。さあ、1分切って、相手これ呪文がね2個数とかしかないんで、 OK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 、 2個数の呪文うまく使われて、ただゴーレムの体力かなり残っている。あるよ。ズンズンズーンからの、さあ11交換まで持ち込みまして、あれ OK。 さあ、こうなると右にまた雪玉使わないといけないんで、相手ディガーはないぞ。ウォールブレイカーで来るか。左ウォールブレイカー来そう。来ない。いやー、これちょっと U の大ダメージですね。これちょっと待って、左、左これ無視、あかん、無視あかん、無視あかん。無視あかんと言いつつ無視していこうとこ。ゲー、ちょっ待って、やっちまった、やっちまった、ちょっ待って、負けたら終わりって言った、負けたら終わりって言った。あ、やばい、ちょっ待って、負けたら終わる、負けたら終わる。あー、今最後、最後ぐちゃぐちゃ。最後ぐちゃぐちゃったー。